もしもし川上さん。あれです、なんかちょっと待ってたみたいな話聞いたから。そう、なんだっけ、しばらく、ちょっといろいろ、親に呼び出されて日本に帰ることになって、夏前に戻れたらいいなって思ってるぐらいなんですけど、だから、川上さん、街にいてね。まあもういないかもしれないんやですけど。だやだやだやだ。 まあいなかったらいなかったで、まあそのやだやだ、時は。まあ確かにその時はそはの時なんですけど、土曜日も最後にカレー屋さん開くので、もし起きてたら、い。ああ、オッケーっもしす。タイミング合えばで、でじも。ゃあ下で。うっす。ありがとうございます。おはようっバイす。バイ。ういはい。あ、カレー行く？あ、でもなんか今閉めてんじゃね？開いてない？開いてるわ。行くか。はい、行きます？うん、いや俺もなんか今ちょうどその話してたから。ああ、そうなんで。実はあのカレー屋、はい。俺が一番最初にバイトで入ったカレー屋なんすよ。ああ、なんかバイトしてた話は聞きましたけど。牛着てたんですか？牛の服着てたんですか？牛の服着てましたよ。見ます？まだありますよ。見たいな。普通に半ば強制的に。で、俺まだその服の登録の仕方とかも知らなかったんで、あの一番上にあるっす。私服より先に牛になったっす、俺。すごい。思い出の思い出の牛って牛。ことか。あれ？しまってね。来てる間に。マジだ。あ、でも開いてる。あれ？カレーあ、い買いたいたに。いた。何食べる？ありがとうございます。見てほ何ら、食べる？これ俺の牛。メガネもいつもと違うんですよ。スモークガラスがない。本当だ。そうなんだ。でもそれでもいかついな、それなんは知らか。なかった。顎が何食信べじるんられですないぐね。らい長いんだよね、俺。でもチクったよ、トトちゃんに。お顔の事件の話、トトちゃんにこの間チクった。そう、本当にデリカシーないと思う、これは。俺、なんて言ったっけ？もう一応忘れちゃった。なんて言ったっけ？この町の人って途中で諦めた顔してるのに なんか、あなたは違いますよねって言って、ココナがその場にいて、ココナイコールココナが。なんかさ、顔可愛くね？いや、なんか、この街にいる人、なんか、途中で、まあ何、なんかわかんないですけど、なんか途中で諦めたみたいな感じになってて、みんな。あ、これ無理だ、みたいな。ことですか？いや、なんか、いや、いろいろね、なるほど。全員がって意味じゃなくて、多数派。なんかそういう感じが、はい。いや、なんも帰ります、俺。逃あんま覚えてげなたいの、な。最悪。そう、逃げたの。そうですか。オムライスと何にする？あ、じゃあ最後に俺ちょっとスペシャル10個ください。スペシャル10スペ個？シャルなんかあるの？スペシャル10個買ったら読み聞かせしてもらいます。何それ？そうか、トトちゃん読み聞かせずっとするって言って、生きてなかったの。まだ聞いたことないですか？もう何もわかんないです。ここの本棚には無限の書物がありまして、今の設定のお話を作り出すのではなくて、もうここの本棚にはすでにあるんです。そうなんです。なるほど。今ちょっと探しますね。なんかカチャカチャうるさかったと思うんですけど、あれは検索してるんです。ちょっとそう本です。の数が多すぎて。そこで探さないと見つけられないんそうだ。です。多すぎ何て。列な何るほどね。棚が何列目でこう何段目のっていうのがちょっとわからないので、さすがにありすぎて。本当に本いっぱいあるね。そうなそうんでなんす。っていう、こういう商売で金を稼いでました、カレー屋で。だからスペシャル10個買ってっていう。今までキャプミネーター2っていう名作だったり、未来への誓い、はい、キャプミネーターの覚悟。ダダンダンダダン、あとはヒロシってわかります？わかんないですマクドナルドさんの部下でヒロシっていうマネージャーがいるんですけど、ね。彼がマクドナルドさんを倒してサーカスを乗っ取る話とか。ヒロシの輝く夢。ああ、すごいいい話っぽい。あとはキャップとウェスカーさんっていうギャングのボスが戦う物語とかはかなり名作でしたよ。タイトル「最後の挑戦ストラビスタベイビーの勇者」。
そこ入ってきちゃったんだタイトルに。え、読みますね、じゃあ。お願いします。はい、じゃちょっと見つけたんで読ませていただきます。はい、タイトル、闇に光を求めて。街は常に暗い影に覆われていた。しかしその闇を照らす光があった。焦げ付き剣、通称コゲントスと呼ばれる彼はその光そのものだった。彼は決して自分の安全や利益のために行動するのではなく、この町ロスサントスに暮らす人々のために立ち上がった。彼の心情は困っている人々に手を差し伸べ、暗闇の中に光を差し込むことだった。抽象的すぎる。この町には暗い影だけではなく悪意ある存在も潜んでいた。その名は N さん。彼はロスサントスの町を牛耳るギャングの狩猟であり、コゲントスの活動狩猟であり、コゲントスの活動に対して敵意をむき出しにしていた。長い間コゲントスと N さん率いるギャングとの間には対立が続いていた。町の人々はコゲントスを頼りにし、彼の活動が彼らの希望の光となっていた。しかし運命の日がやってきた。コゲントスは N さんの策略によって執拗に追い詰められ、ついには沈められてしまったのです。彼の勇気と希望はその闇に吸い込まれてしまったかのようだった。彼の最後の言葉が町に響きます。暑い日には冷たいもんだよ。意味わかんない。その言葉が残された。人々は彼の喪失を嘆き、彼の光を求めて絶えず出し続けるだろう。しかし闇の中にはいつも彼の輝きが残る。彼の記憶はこの街の心に永遠に刻まれるだろう。そしていつか再び彼の光が街を照らす日が来ることを信じて。お、以上です。ありがとうございます。っていう物語をね、見つけたりもできます。すごいいい話だったね。いい話でした。なんかとりあえずなんか最後エモかったな。なんかバッドエンドって感じが正直しなかった、しなかった、なんかいい話だった。またコゲントさん戻ってきます。最後に聞きに来てくれてありがとう。また帰ってくるんでしょう。でもまた帰ってくるよ。さあ土曜日ももし起きれたら、うっす、明日もまたまだなんかいそうじゃね。いるわ。あ、本当だ本当だ。ありがとうございました。はい、ありがとう、バイバイ。待ってらっしゃいませ。バイバイ。すいません、電話切っちゃって。今いろいろ落ち着きました。忙しいよね。9月4日誕生日。9月4日、じゃあカレータワー作りますよ。本当、上からカレーのルーをですね。本当かけるやつが、シャンパングラスに。え、それタバコ屋さんで作ってくるんですか。ドロドロと。本当ね。できたらいっぱい遊ぼうね。うん、朝は。うん、またね。うん、ありがとう。川上さんと話す、いいの。あ、待って、これだけ渡そうじゃん。はい、どうぞ。お、なんすかこれ、見ていいんすか。じゃあ見ていいんすか。いいよ。おー、すげえ、手書きだ。おーっす。いいえ、だからまあ、ええ、9月4日楽しみにしてよっと。9月4日、わかりました。9月4日か。ありがとうございました。うん、いってらっしゃい、ココナちゃん。出港、ありがとう。出港、行ってきます。また明日だね。明日、明日、明日、見送りに行くのもよ。ありがとう。うん、またね。はい、はい、またね。頑張るぞ、事故るなよ。事故ないよ。頑張ります。頑張ってね。すごいな。すごいな。ありがとうございました。花火見て、花火。外に出たのこれ。花火も上がってる。行けるところまで行きましょう。行けるところまで。みんな行けるところまで行こう。捕まれ、捕まれ、捕まれ。あ、捕まれ。まあ、なんか見たな、こんな光景なんか。あ、もうじゃあ頼むぞ。やばい、熱い。まだいける、まだいける。やばい、ココちゃん、いってらっしゃい。待って、ココちゃん、早く来てね。やべー、頼むぞ。追いつけない、追いつけない、追いつけない。はいはい、早い。おー、花火の中に。
危ない。え、ちょっと待って、嘘でしょ。嘘でしょ。普通に嘘でしょ。これだ。すいません。おはようございます。おはようございます。いらっしゃいませ。カレー屋が儲かるって聞いて、あ、カレー屋が来たんですけど、はじめまして、今来たと申します。川上です。お願いします。カレー屋の店長してます。はい、なんかあの、はい、剣っていう人からカレー屋が儲かるって聞いて、儲かる、はい、従業員募集してませんか。何個か聞いてもいいですか。あ、面接ですか。あ、面接というか、あの、なんか確認というか、はい、あの、じゃあちょっとすいません、はい、まず1個目が、はい、なんかこの町ってその職業に3つつけるんですね。はい、3つ。でもそのなんか白しみ、悪い人になっちゃうと2つしかつけなくなっちゃうんです、はい、なるほど。はい、で今一番やりたいことって多分メカニックですよね。そうですね、車ではあります。そう車ですよね。はい、あの車のジョブにもし、はい、まあ、今はもしかして1つだからカレー屋さん入れるけど、はい、あの2つつきたくなって、自分がもしも黒だった時、はい、遠慮なく言ってください。あ、わかりました。はい、で、あの、あれ、川上さん、どうも。どこ一応タバコ屋がそういうことか。はい、できたんで。できたの。あ、でもまだあの建物を作ってもらっただけです。え、見たい。行くっすか。え、見たいです。見に行きます。ただまだその店の準備はできてないんで、はい、何もできないですけど、まだ店長ですらないです。店長ですらないな。はい、ただ本当に建物ができただけなんで、工事が終わっただけです。ここ？はい。やばっ。うわぁ、リッチでしょ。え、入れる？入れるっすよ。え、すごい。めちゃめちゃいいでしょこれ。めっちゃいい、めっちゃいい。見てください、この札の束を。え、めっちゃいい。しかも、え、すごい、すごい、なんかもう、あれ？俺の店の方がすごくなっちゃいましたね。そうだよ、今ここのその言葉が出てこなかった。なんかあれ、あれ、すいません、あれ、ここのよりもう手の人になっちゃったよ、かごさん、はい、で、どうしました。実はですねやりたい仕事他に見つかりました。はい、夢がちょっとありまして。はい、何ですか。この街に車を流行らせたいと。はい、はい、もちろんですよ。その思いが一番最初にあるっていうのはこの街に来た時に聞いたので。はいはいはい、クラシックスポーツのディーラーに、はい、なりたいと思ってます。頑張ってください。はいはい、で3つ目のジョブになっちゃうからってことですよね。はいはい、そうなんです。はい、ありがとうございます。むしろ1ヶ月も働いていただいて。いや、ちょっともう後半は幽霊部員のような感じでしたが。いや、まあ、でもそれでも一番来てたのは川上さんでしたよ。え、読み聞かせはしましょう。はい、やっぱ川上さんいないと読み聞かせ始まらないんで。ああ、やってないですか、あんま。なんかあのいっぱいドタバタしてて一人じゃ回らないっていうのもあるけど。ああ、そう。まあなんかいっぱい客いるときじゃむしろ電話してください。あ、わかりました。はい、読み聞かせ煽りに来ます。あ、いや、それでもうありがたいですよ。はい、ディーラー頑張ってください。何ですか、クラシックスポーツカーディーラーって。なんか別に早くもなんともない昔の車みたいな、ロマンカーです、ロマンカー。はい、買ってください。楽しみにしてます。はい、買います。はい、
あの安いやつからバカみたいに高いやつまであるんで。うん。じゃお金貯まったらだな。はい、お願いします。はい、ココナもちょっと頑張ってお金貯めるんで。はい。いろいろやりたいことがあって、あのいつか航空機ディーラーになりたいんですよ。おお、あ、いいじゃないですか。そう、だからお金貯めようと思って。なるほどな。いや、ありがとうございました。いいえ、こちらこそ。寂しいけど。お世話になりました。はい、でも、まあまたレースで会える。はい、レースで。まあでも、いつか川上さん抜かすんで、ここな。まあ、頑張ってください。ガチで鼻で洗わないでくださいよ。まあ、頑張って。頑張りますよ。はい、本当に、ここな、上達してるから。あとあれだ、タバコ屋さん行きます。あれですよね、はい、バイトしてるのトトちゃんですよね。はい、やる気のないバイトがいます。買ってください。え、行きます。ありがとうございました、はい、いえ、こちらこそありがとうございました。またね、気をつけてください。はい、はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。タバコ屋、みんな待ってるからな。うん、ありがとうパパ。おとぎ話のさ、主人公には恋しちゃダメさ。でパパとママが口を揃えて言う。ああ、どうしてなの、どうしてなの、どうしてなの。目の前にいるのに。赤見さん、おはよう。月の下眠る君、起こしてその手を握って連れ出して、夢の中の話の続きをそっと教えて、叶えよう、叶えよう。トゥーナイト。ありがとうパパ。あ、川上さん、またね。はい、すまた。